どうも、クワチャンネルのクワちゃんです。カレーに虜の生活といたしまして、皆様に毎日カレー動画をお届けしている、そんなチャンネルでございます。ですね、なりますにあります松園さんに行ってまいりました。もう松園さんといえば鉄板カレーが有名で、熱々の鉄板の上で美味しいカレーがいただけるというわけで、早速人気のお店なんで行ってまいりました。それではご覧ください。本日のカレードン、こちらが松園さんのメニュー表。松園さんのカレーは3種類、本日は2種類いただけるハーフ&ハーフ松園カレーと野菜カレーでいただきました。熱々の鉄板の上に色とりどりの野菜たち、そしてうまそうなカレー、一瞬で匂いが立ち込めるそのカレーはもはや早く食べたい。カレーも見るだけでゴロゴロ数種類入って本当にうまそう。早速いただきます。本日は松園カレーの方から。一口食べるとそのバターチキンのような味わいで、本日も松園カレーの方はバターチキンのようなクリーミーな味わいで、こってりしすぎず最高のライスとのコンビ。野菜カレーの方はかぼちゃ、レンコン、オクラにナス、そしてキノコまで入って熱々の仕様なので気をつけて食べましょう。まだまだ出てくる野菜の数々、たっぷり入ってるゴロゴロ野菜が本当に嬉しく、チキンも大変美味しくいただける。後半になると卓上にあった玉ねぎのアチャールを乗せて、また味変アイテムが完成。松園カレーと行くともはや最高の相性で、どんどんご飯が進む、そんな一皿。カレーが焦げる心配もなく、ゆっくり熱々のカレーがいただける。なりますといえばここのお店、松園さん。本日も満腹ごちそうさまでした。熱々でジューシーなカレーが食べれる。まあ、ジューシーという言葉が、合ってるか分かんないですけども、本当にね、旨味や本当にそういうスパイス感などがいっぺんに詰まった一皿で、熱々のままずっと食べれるという。で、また、鉄板と、カレーの間にシートが敷いてるんで、焦げることもなく、ゆっくりも食べれますし、で、ずっと熱々で。で、また野菜カレーの方がね、いっぱい野菜も入ってますし、トマトベースのルーで美味しい、そんなカレーでございました。松園カレーの方はバターチキンのようにクリーミーな感じで、こってりしすぎず、本当に食べやすいカレーで、チキンがね、いくつか入ってて、これまたアチャールと足して酸味を足して食べたりとか、混ぜ混ぜしたり食べたりとかで、ちょっとね、今回は玄米の方が売り切れだったんで白米で食べたんですけども、これ玄米で食べたらね、もっと美味しいのになって思いながら食べてたんで、人気なんで、そちらの方チョイスして食べてみるのもいいと思います。辛さの方が普通のカレーよりちょっと辛めなんで、辛いのを食べたいなと思って、あまり辛さを足しすぎるとすごく辛くなっちゃうんでね、その辺気をつけて食べてみるのがいいと思います。期間限定があったり、お肉がね、やっぱり鉄板と言えばお肉なんで、お肉のステーキも美味しそうだったんですよね。なんかいろんなね、本当にもう見るだけで美味しそうなメニューもありますし、で今回食べたハーフ&ハーフみたいなのもありますんで、ぜひいろんな皆様と行ってみてはいかがでしょうか。はい、というわけでカレーに虜の生活でした。インスタ、ツイッター、もちろんこちらのチャンネルの方にもどしどしコメントください。ほな皆さん、また明日、バイバイ。